あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。美濃恵み聖書協会の山下渉です。リビングライフの時間です。今日は2023年1月1日です。今日の聖書の箇所は、ヤコブの手紙1章1節から11節テーマは、試みに打ち勝つ忍耐、知恵を求める信仰です。 今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。ヤコブの手紙一章一節から十一節。神と主イエスキリストの子孫ベヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。私の兄弟たち。 様々な試練に会うときはいつでも、この上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した、完全なものとなります。あなた方のうちに、知恵に欠けている人がいるなら、その人は、 誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし、少しも疑わずに、信じて求めなさい。疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のようです。その人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は、双心を抱くもので、 歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい。飛んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのです。太陽が昇って炎熱をもたらすと草を枯らします。すると花は落ち、 美しい姿は失われますそのように飛んでいる人も旅路の途中で消えていくのです今日もご一緒にヤコブの手紙から御言葉を学んでいきたいと思いますヤコブの手紙というのは新約聖書の中において行動書簡と呼ばれるものの一つですそれはこの手紙がある地域にあててとかあるいは 特定の人たちにあたって書かれたものではなくて、この信者、キリスト者全般を対象としているということを指します。著者は一節にある神と主イエス・キリストのしもべ、ヤコブとあります。このヤコブという人は、主の兄弟ヤコブのことと思われます。彼は最初イエス様のことを信じてはいませんでしたが、主の復活後、主を信じる者となって、 そしてやがてエルサレム教会の指導者にまでなった人物であります。そんなヤコブから世界の各地にいるこのキリスト者たちに宛てたこの手紙から共に一緒に学んでいきたいと思います。今日も2つの前半と後半に分けて見ていきましょう。まず最初のところです。試練を喜びと思いなさいということです。試練を喜びと思いなさい。2節にこうあります。私の兄弟たち、 様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいとあります。まあ、この時代のキリスト者たちはユダヤ人と違法人を問わずこの様々な反対や迫害にさらされてそして信仰の試練の中にありました。試練というこのギリシャ語は誘惑とも訳すことのできるこの二つの意味がある言葉であります。 つまり、一つの出来事が試練ともなれば、あるいは誘惑ともなり得るという意味があるんですね。ヤコブはここで様々な試練に遭うときは、喜んでいいんだ、喜びと思うようにと進めています。なぜなら、その試練を通して信仰が試され、忍耐の実がその結果生まれてくるからだというんですね。4節のところで、 その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した、完全なものとなるとあります。ヤコブはこの信仰の実践、信仰を働かせようと進めるんですね。成熟した、あるいは完全なものというのは、神のような完全さのことを指すのではなく、標準に到達した、 霊的な大人になるということを指しているわけです。皆さん私たちもキリスト者であるがゆえに様々な試練に遭うということがあるかもしれませんがそれを悲しむだけでなく喜んでいいんだと教えられていることを心に留めようではありませんか。そうすれば苦しみの中でもきっと気分が良くなると言っているんじゃないんですね。苦難を通して私たちのうちに 忍耐の実が結ばれていくからなんだと言うんです。ローマ人への手紙の五章の三節。苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っていますとあります。聖書はキリストがそうであったように、私たちは皆苦難を経て神の国に入る。 と教えられています。それが、キリストにあるということの確かな証拠なのだと言うんです。ですから、苦難は、その苦難のままで終わることは決してありません。私たちを成長させ、それが確かな希望へと変わっていくわけなんですね。私たちも、試練の中でこそ、信仰を働かせ、そして忍耐の実を結んでいこうではありませんか。二つ目のことです。それは、 疑わずに信じて求めなさいということです。疑わないで信じて求めるということです。五節にこうあります。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しむことなく、惜しみなく、咎めることなく、与えてくださる神に求めなさいとあります。そうすれば与えられますというんですね。ヤコブは次に知恵を 神様に求めなさいと進めています。この知恵というのは人間的な知識のことではなく神様から与えられる知恵のことです。もし自分にこの知恵がないと思うなら神は求めるものに必ず与えてくださるというんですね。大事なことは疑わずにこの信じて求めるということです。疑って求める人は風に揺れ動く 海の大波のようで、神への信頼と不信のこの二つの心に揺れて、心が定まらないからだというんですね。ヤコブはこの試練の時の誇りについてもここで教えています。身分の低い兄弟は神が高めてくださることを、飛んでいる人はこの自分の豊かさに溺れず、謙遜な心を持つようにと、ここで進めているんですね。 皆さん私たちも試練の中で神を信頼してそしてまずこの神の知恵を求めなさいと教えられていることを心に留めようでありませんか人間的な知恵よりも神の知恵を求めようというんです。マタイの七章七節にこうあります。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれますとあります。イエス様は求めなさい。 求め続けなさいと。そうすれば必ず与えられる。そう約束しているんですね。すぐに与えられなくても、すぐに答えが出なくても、そこで簡単に諦めないで求め続けていきましょう。そういう私もですね、少し前に、もうこの近所の港南というお店があるんですが、そこに買い物に行って、もう夕方あまりにもお腹が空いたので、そこのお店にあるたい焼きを3つ買って、途中の車の中で食べて帰っちゃったんですね。 すると、まあ本当の家内がですね、美味しいごちそうをそういう時用意しておりまして、えー、私はですね、妻に申し訳ないなという思いと、そしてもうお腹がたい焼きで満たされているので、その美味しいごちそうが入らないんですよね。この悔しさ。今も忘れることがありません。まあそれは大したことではありませんけれども、神様はですね、もうこれ以上は求めちゃダメだ。そうはおっしゃらないんです。これ以上はないとはないんです。いつでも無制限に。 そして、この無期限にですね、新しい恵みを用意して、与えようとして待っておられるんですね。だから諦めないで求め続けましょう。私たちもこの神への全く信頼を持って求め続けていこうではありませんか。 今日はえ、試みに打ち勝つ忍耐、知恵を求める信仰をテーマに2つのことを心に留めました。え試練を喜びと思いなさいということ、そして疑わずに信じて祈りなさい、祈り求めなさいということでした。ヤコブはですね、私の兄弟たち、この手紙で何度も繰り返し、私の兄弟たちという言葉をですね、繰り返して一人一人の状況を その状況を思い浮かべつつ、キリスト者の立つべき指針をここから記していきます。試練は誰にでも訪れます。でも、キリスト者はそのような中にあっても、忍耐の実を結び、知恵を求め、耐え抜いていくことができるんだと励ましていくわけです。ヨハネの福音書の16章の33節。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。 私はすでに世に勝ちましたとあります。聖書はこの不信仰な世に、キリスト者として置かれている限り、多くの苦難に出会うんだと教えています。でも、信仰によってキリストに結び合わされている限り、私たちは決して打ちのめされることがなく、必ずそれに打ち勝つことができるのだというんです。神は私たち一人一人の状況をよくご存知です。 その苦しみも悲しみも痛みも涙もすべて知っておられて私たちを見ておられるわけです。共に担ってくださっているんです。その苦難の中にあってご自身を求める者に豊かに与えようとしておられるんです。今まさに苦難の中に通っておられる方もそう落ち着いて信頼すれば必ず神は答えてくださる。帰りてくださる。そのことを覚えていきましょう。私たちも今日 この神様の変わらぬ愛を信頼して、固く信仰に立って、歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。恵み深い父なる神様、皆を賛美いたします。試練に会うときは、この上もなく喜びなさいとありました。でも、私たちは時に試練を喜べない。なんでこんなことが起こるんだろうと嘆いてしまいます。目の前の問題の大きさに打ちひしがれてしまうことがあります。 主よでもそんな時、神様の約束を思い出し、もう一度目を高く上げて、あなたから力をいただいて、前に進んでいくことができるように助けを与えてください。神様、今日の御言葉を心から感謝をいたします。私たちの主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン